おはようございます。本日の趣味はこちら。ジョバンニ・ロダーニ先生のパパの電話を待ちながらです。イタリアの宮沢賢治と呼ばれる作者によるショートショート集です。単身赴任中のパパが娘に毎晩電話して聞かせた物語集という形です。暑いと溶けてしまうバター人間、どこにも繋がっていない道、不思議なステッキなど、ファンタジー色のある優しい物語が集められています。シュールさとほんわかした読み味の一冊。ぜひお読みくださいませ。